こんばんは、4代目ケンケンです。今日も 7days to die をやってみたいと思います。それではレッツゴー。前回電源をつけに行く仕事をもらったんですけれども、残念ながら途中で死んでしまい、クリアならずでした。で、一度、トレーダーのところに戻り、新たな仕事をね、もらいました。ね、行った場所と同じ場所の電源があるかなと思ってたんですけれども、残念ながらその仕事がなかったもので、前に行ったことのある電源を入れる仕事のところをもう一度やっていく形になります。で、まあ久しぶりにね、自宅にも帰ってきましたので、自宅もね、少し、装いも変えました。はい。まあドアを開けて、ここは一緒ですね。外行けるんでね。はい。で、何が変わったかというと、とりあえずね、ボックス置いてるところはちょっと、また後でね、きれいにしようと思うんですけれども、こちらをね、床を板張りに変えました。こんな感じで。で、ここはね、まだ石とかできてないので、壁は、板になってますけれども、まあね、ちょっと雰囲気を変えてみました。はい、あ、ちょっと喉が渇いたということで、水分補給をさせていただきます。とりあえず、紅茶にしとこうかな。はい、いただきます。はい。はい、でこちらも、床をねとりあえず、木材を敷き詰めておきました。はい、ね、それからここに炉があったのと、それから、やっと念願のこれが作業台になります。やっとね作業台を、ここにね作ることができました。で、今後は作業台を使って、いろいろなものをね、ここに書いてあるようなものをどんどんね、作っていけるようなので、ちょっと頑張ってね、やっていきたいと思います。ね、トイレとかも作れるとか、それから、あとは壁の金庫とか、それから科学実験ステーション。ね、いつも、いろいろ探検に行った時にね、こういうものを見つけるんですけれども、これを実際に作ることも可能になりましたね。あとは、手提げ金庫とか、それからこの辺だと松明、それから、補強の羽根橋ね、こんなものも、作れるようになってきているようです。まあそれには他のね、材料がそれぞれ必要になると思うんですけれども、だいぶいろいろな部品も取ってきてますのでね、かなりいろいろ作れるように思いますね。で、装飾でも、モダンなソファーとか、それからあとはキングサイズのベッドとか、それからあとまあ、テレビとかね、ドリンククーラーとか、ね、かなりいろんなものがやはり急にねやっぱり作れるようになっているようなので、こういったものもどんどんね作っていって、で、部屋をねもっともっと、過ごしやすい部屋にしたいと思いますね。まあちょっと手狭なんで、もう少しね増やして広くした方がいいかなとも思ってるんですけれども、まあ今はまあこんな形でもいいかなという感じですね。はい。ここちょっと壊れてますね。よ。はい。で、自転車はというと、かなりね、遠くの方に一旦もう置いてきちゃいました。ドアを閉めておいて、一応ね、地図で見ると、今、ここ、ね、昔のね、我が家のあるところですね。それから自転車はうんと離れた、なんとなんとこの右下のここですね。
辺で宝物をね見つけるようになりまして、でそれで急遽自転車を置いて、ここの山を越えたところに宝物があったので、これを越えて、宝物を取りに行ったので、ここは、歩いて行きました。だから、ゆくゆくは、自転車もちょっと取りに行きたいなと思っております。で今見たところ、ここにまた補給品が届いたようですので、向き的にはどっちになるのかな、あ、全然ちょっと逆サイドですね、向かうのは 1.4 キロ先向こうになりますので、これから向かっていきたいと思います。それから、前もお伝えしたように、このね樹木、これが、どん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 ね、大きくなってまいりました。はい、こんな形でもうねかなり横も、アロエベラのプラントもかなりねちっちゃくなって、もうほとんど飲み込まれてるような状態になってますし、それから反対側の、ここも菊ですね、菊ももう半分本当に埋もれてますね、これ。はい、まだまだこれが大きくなるみたいですね。はい、一体どこまで大きくなるのかちょっと分かりませんが、ね、一体どこまで伸びるのやらという感じで、遠くから見るとこんな感じになっております。まあ周りの木と比べてもかなり育っているんじゃないでしょうかね。高さ的にはもうちょっと行くんじゃないかなと思っておりますので、これも楽しみにしておきたいと思います。はい、でお腹空いたのでね、ご飯を食べました。はい、それから出かけたいと思うので、ちょっと荷物が、今まだ多いですね。一応自宅の方に戻しておきましょうか。はい、こっちに入れとこうかな、とりあえず。またね作業台作るかもしれないので、作業台作るときにはねこれが必要になりますので、はい、これを置いておいて、あとは必要になるかな、ロボットすれ時間、これはまだいいか。はい、まあこんなところで行きたいと思います。あ、ショベルもいいかな、重たいから。はい、ね、銃もだいぶ増えましたんでね、うまく使えればいいんですけれども、何回もやられてますのでね、ちょっと使い方を気をつけたいと思います。はい、それではね行ってみましょうか。 1.4 キロ先なんで結構ね距離がありますが、まあ今晩にはうまくつけるんではないかなと思います。ただし、上に書いてますように175日目になりまして、また赤印ですね、ゾンビたちが強くなって増えてくる日になっておりますので、ちょっとまた怖いですね。一気にゾンビたちに襲われる可能性があるんじゃないかなと思いながら進んでおります。どうしてもね、後ろに逃げ道がない場合はもう追い詰められてしまうので、集団でねゾンビたちにやられるような状態になりますけれども、まあそうでない場合は、まあ、バックしながら、体力を、まあ、貯めながらとどめを刺していくと。で、必ずねその時には一人ずつしか、やってこないので、だから一人ずつを、まあ、丁寧に倒していけばやがてね数が減ってうまくいくんではないかなとは思います。
ただし、まあ、前も失敗しましたけれども、ね、仕事をもらってる時にはラリーポイントの中に入っていないと、あまり逃げすぎてしまうとそれが消えてしまうというね、マイナスの要素があるので、それをね気をつけながらやっていきたいと思います。で、まあね、やはり発電機とかの仕事を取ると、かなりね、左回ったらいいかな、かなりあのポイントがたくさんねもらえるのでね、だからそれでまた、道具とかを買ったり、資源を買ったりしながら新たなものも作っていくという感じですかね。もう自転車はある程度ね使いこなせていますので、次はまあバイクを作れたらいいかなと思っております。大まかな部品はもう、大体取ってあったと思うので、あとは、まあタイミングで作れるじゃないかなと思います。あ、ただそうだ、あのバイクのハンドルとかがまだ、手元になかったので、それをトレーダーのところで買うか、もしくは、どこかでね見つけるかいう形になるかと思います。はい、お腹鳴ったのでまた、お肉を食べました。焦げた肉です。少しね喉の渇きが早まるそうですけれども、まあまあ大丈夫かなと思っております。はい、ここは前に一度行ったところですね。寝床だけ残ってました。はい、ちょっとここにもありました ね。実際動画にはねアップできなかったんですけれども、なんか新しいものが、危険物グローブ、おお、これってつけれるのかな。あ、これと交代になるんですね。なるほど。とりあえず手元に置いときましょうかね。動画をね撮ろうとしてなかった時に、クマが2頭出てきまして、檻からね、出てしまって、かなりやっつけるのにね、苦労しました。まあ運よくね、また四角の小さなところにうまくはまってくれたので、まあ1匹ずつね順番に、倒していきました。でやはりね銃でないと難しかったですね。はい、ここも寝床だけ残ってますね。はい、寝床もらっとこうかな。今持ってなかったですよね。はい、寝袋だけもらって、また向こうに着いた時、あ、置いてたかな。まあいいや、うん、はい、あってまあ困るものではないので一緒に持っていきます。あと 500m、 うん、もう少しですね。はい、やはりちょっと夜が怖いですね。ラリーポイントを押した途端にゾンビが一気に多分増えるんではないでしょうか。それだけがとても気になっております。先にどうし、上からが電源をつける方がいいのかな。一度ねクリアしたとこではあるんですけれども、ゾンビの数が恐ろしく、今回は違ってまして、一度ね失敗してしまいました。銃はたくさんあるんですけれども、なかなかうまくこなすことができなかったので、その分ちょっと、ね、やはり弾を
装填している時に、まあ、襲われたりとか玉切れになってしまって襲われたりというようなことが多々ありました。ここは行ったことあるかな、うん、はい、そうそう、砂漠をね探検した時になんかラファエルの、宝っていうのを、あ、宝の地図かっていうのを小屋の中にねあるのを見つけて、延々、歩き回ってグランドキャニオンもね越えて行ったところに、宝物があったということでした。はい、あ、寝袋ありましたね。はい、ここはもう何回か来てるので、まあこの辺のものももう、あ、これは未使用だ。で、調べ尽くしてる分がかなり多かったかと思います。で、いらないものは、路上にねこうやって置いておいた、よいしょ、ね、保管チェストねありますのでここにね入れておきました。まあ装具類もここにたくさんね今入ってるんですけれどもね、まあ今つけてる方がレベルが高いのでとりあえず、ここの中に全部一旦置いておきました。はい、まあこんなもんで、あとは何かあった時のこっちね、この辺が救急キットがやはりね必要になるかなと思います。包帯とね、それからあとは感染症の薬で、本当は脳震盪の、あ、脳震盪はこっちでいけるかね、今はこれが感染症一応治療済みになってるので、まぁ、ちょっとずつパーセントがね下がってくるとは思います。はい、あ、向こうにもね、同じくチェストと寝袋がありますね。こちらにも何か残してたような気がしますが、あ、こっちは空でしたね。失礼いたしました。はい、4時半ですね、22時まであと、5時間半ですかね。はい、あそこにサラリーマンがおりますね。はい、くねくねのサラリーマンでしょうか、ね、ちょっとやっつけておきましょうか、ね、ただこういうことを、ね、事前にしていくと大体失敗することが多いんですけれども、まあ今はうまくいきました。今度こそ慎重にねやっていきたいと思います。まあ周りにゾンビとかがいれば先にやっつけておきたいところですね。はい、あ、お腹がまた空いたそうです。もう黒焦げ肉がなくなりましたね、これで。はい、で喉が渇いたので、どれを飲ませようかな。紅茶でいいかな、紅茶。はいはい、 OK です。じゃあ中またねゾンビがいると思うんですけれども、お、今は出てこないか、うん、声だけは聞こえるんですけれども、あ、来た、ブヨブヨさんですね。はい、よいしょ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 、あ、よかったです。とりあえずダメージを食らわずに済みましたね。はい、この辺は鉛とかですね、あまりたくさん持つと動きが、重くなるのでね。あ、
ここの机ね、前壊したんで、なんか変な形でスタンドだけが残っているというような状態になってますね。真鍮とか、これですね、例の発電機は。さあ、中には今はいないみたいですね。これが夜になると一気に集まってくるんですね。はい、ちょっと怖いですね、この辺は。はい、でここからも出れたのをね、見てなかったですね。はい、まあ特には今のところ誰もいなさそうですね。はい、こんな感じです。トイレも多分誰もいないとは思いますが、普通のトイレですね。この待ち時間がね、ちょっと退屈ですよね。その間に誰もいない。本当にいないですね。もう夜を待って、みんな静かにどこかで潜んでいるんでしょうか。ちょっとここも入ってみようかな。はい。この辺もね、少し片付けたのでね、もしかしたら敵もいない、敵いうかゾンビはいないかもしれないですね。これは入ってないか。もうパイプとかか。やはりちょっと、また雨が降ってくるようですね。嫌ですね。はい。ソーダファウンテンとかのジュース。ああ、ここらも空っぽですね。これは、何でしょうね。真ん中が空いてますけれども。ああ、でも下に樽があるんで、ビールを作る製造の機械でしょうかね。なるほど。ね、きちんと、管もつながっておりますね。樽もここにたくさんありますが、特には樽も何もなさそうですね。はい。6時半。4時間半。3時間。3時間半か。ね、はい。その間、何も起こらなければいいんですけれども。雨が降るんでしょうか。また雷がゴロゴロ言ってます。おお、この周りは誰かいるのかな。いなさそうですね。おお、このゴミ箱はどうでしょうかね。あ、これも入ってないですね。あまりね、あ、びっくりした。あの正面の黒いのがクマかなと一瞬思いましたが、岩ですね、あれは。そうですね、岩ですね。よかったよかった。やはりクマ恐怖症になっておりましてね。おお、かなりゴロゴロ。でも天気はまだそんなに悪くなさそうなんですけれどもね。はい。7時。あと10時まで。3時間。ですね。何事も起こらなければいいんですけれども、この辺りはどうですかね。はい。あ、砂しか入ってないですね。おお、この辺りもゾンビがね、よく走ってたりしてたんですけれども、今のところは本当に
いないですね。あ、いた。これブヨブヨさん。あ、いっぱい出てきた。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 ちょっとやばいぞ。ちょっとつついただけなのに。あ、スタミナ切れになってしまった。なんか嫌なパターンだなこれは。あ、弾が切れてる。またやってしまった。はい、並んでる。すごい並んでますね。ゲ、あ、来た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 。あ、外した外した。よいしょ。よ、外れた。怖い怖い怖い。あ、また外れた。よ、怖い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 。あー、まだいてる、まだいてるぞ、まだいてる。ちょっと食べたい。あ、玉がない、玉がない。ここだ、これか。よっよっ、いけたか。あー、やばかったですね。6、7体でしょうか、出てきたのは。この分だと夜も大変たくさん出そうな予感ですね。困ったな。とりあえず卵目。あ、これは？これ修理が、うわ、最悪ですね。これ使えません。修理できない。今アイテムがないそうです。いやー、困ったなこれは。ここずつとりあえずずらしてよで、これも捨てて、まあ、喉が渇いてもいけるようにしておこうかな。あ、それよりもこっちですね。怪我したように置いておきましょうかね。はい、8時半です。あと1時間半ね、立てばなんとか。これが5番と6番と、あ、これ入ってない。7番ね。抗生物質、抗生物質は持ってなかったですね。仕方ないですね、残念ながら。ちょっと構成、あ、これがいけるんか。これで感染症、先ほどの戦いでどうももらったようですね。はい、あと1時間です。いよいよこれが一発しか出ないから、何かあれば5番でとりあえず
始めていくというような感じですかね。はい、まだですね、あと、体の方はこんな感じですね。だいぶ整ってきてます。で、次のステージまで1996ポイント。おお、じゃあもう少しですね。はい、アーマー等級 60.5、 これどれぐらいのあれなんでしょうね。スタミナもいいし、耐熱耐寒もいいですね。機動性が 74%、 やっぱり物を持ってる分減ってきてるという感じなんでしょうかね。ダメージ、これは相手に与える方ですかね。ブロックダメージ29、ラウンド攻撃、うん、この辺はあまりよくわかりませんが、はい。さあ、あと40分ぐらいですね。はい、もうここで待って待機しておきましょうかね。はい、もう安心していけるようになりたいですね。なんか声が今一瞬聞こえた気がします。うん、なんかやっぱり雷がすごい緊張感を増やさせるような感じですね。あと25分。まあ、中に入ってしまえばいいんですけれども、発電機が一つはね屋上にあるので、まあ、それを取るとき、点灯させるためには外に出ないといけなくなりますからね。さあ、あと12分。10分です。9分、8分、7分、5分前です。4 3 2 1。はい、10時です。スタート。はい、いよいよ。さあ、22時になりました。いきなり声聞こえますね。いややな。あ、もうすでに下から来てますね。これ怖い。危ないですね、これは。え、嘘。どっから来た。え、こんなにいっぱいもいい。どっから来たんですこれ。いや、すでにスタミナ切れ。あ、やってしまいました。逃げすぎてしまって、クエストから外れてしまいました。まあ、でも一カポンだけ戦うのには。あ、レベル3にはなった。ちょっと怖いから、ちょっと。包帯、間に合うか。見て、死にたくないんですけどね。あと3人。よいしょ。ああ、間に合わないか。また入ってきた。いやー、怖いな、これ。
やばい。ああ、死んでしまいました。残念でした。やはりゾンビが多すぎますね、あれは。あ、そうか。あ、毎度のことながら失敗してしまいました。はい、また寝床を作るのを忘れてしまいました。はい、まあタイミングがねあれだったんで、もう一度、仕事をね新しくもらってから再出発をねしていきたいと思います。それではね、今日のセブンデイズトゥーダイの方は一旦ここでね締めたいと思います。もう戻ってきてしまったのでね、また向こうまで行くまでちょっと時間が長すぎますので、今回はここまでにしたいと思います。はい、それではまた次回をお楽しみに。4代目ケンケンでした。バイバイ。